MLB、大谷翔平が、ずっと投手を続ける可能性はゼロ。球団幹部が指摘、少ない、投手長期契約の成功例。アルナリーグ球団幹部は、彼が、投手として復帰する方にかけると、復帰が確実とは見ていない様子。さらに、どれだけ長く、というところはわからない。難しい部分だ。耐久性はどうだろうか、と、少し懐疑的な見方を示す。さらに、彼が、投手を続けることを望もうが望むまいが、峠を越えられず、投手として終わってしまう可能性はあるとするのは別のな、リーグ球団幹部だ。30歳の投手は、通常4から6年、本当にラッキーなら7年の契約を得るもの。彼が予想される契約期間の長さだけ、投手を続ける可能性はゼロだとして、そもそも大谷が大型契約を結ぶなら、その期間を投手として全うするとは考えていない様子だ。まあ来年は無理、その後2年で肘壊して投手としては引退ってとこ。もう30だし同じようにやるのは無茶やろな、少なくとも規定は無理やろ。なんかどっちかに専念してれば選手生命が伸びるのにみたいな意見があるけど、大谷本人は太く短くを目指してそうだから、二刀流が完全にできなくなったら引退しそう。怪我してその間打者に専任してくれれば、それはそれで美味しいし、あんま金額に影響しないような気がする。この前の脇腹といい、怪我が増えていく年齢でもあるししゃあない、もともと壊れやすいし。3年近くやってる時点で十分成功でしょ。大谷の場合はバッターでも化け物だから、一刀流でも長くやれるだろう。まあそうだろうな。でも打者オンリーでダメになった後にもう一度投手やる気がするわ。皆さんは投手大谷の期限どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。